浜松市は、静岡県の西部に位置する市。政令指定都市と、国際会議観光都市に指定されており、静岡県最大の都市である。静岡市とともに、全国5位の規模を有する静岡、浜松大都市圏の中心都市として機能している。市のシンボルアクトタワー市内を走る、遠州鉄道浜松バスターミナル演習、病院駅東側の業務地区、ホンダの発祥地であり、 鈴木が本社を構えるなど、東海地方でも有数の自動車工業都市であり、県庁所在地以外の市で4番目の人口を有する。ピーク時には81万人であったが、現在は80万人を割り込み79万人と減少傾向が続いている。全国の市町村で2番目の面積であり7つの行政区を持ち、面積の約6割を 天竜区が人口の97%以上を天竜区を除いたロックが占めている。演習地域における経済、文化、観光の中心となっている。戦国時代には浜松城の城下町、江戸時代には東海道の宿場町として栄えた。毎年開催される浜松祭りでは3日間で約200万人の参加者が訪れる。 ヤマハやカワイ、ローランドといった楽器メーカーが立地し、楽器の街として知られる。また、音楽文化活動も盛んで、ユネスコの創造都市ネットワークに音楽分野で加盟している。2020年に政府から新興企業を生み出すためのグローバル拠点都市に選定された。在留ブラジル人総数が全市町村の中で最も多く、 大浜松ブラジル総領事館が置かれ、2001年には第1回外国人集中都市会議が開催されるなど多文化共生が進んでいる。また、同市は SDGS 未来都市に選定されており、パートナーシップ宣誓制,制度導入など多様性ある社会の実現に向けた取り組みが行われている。浜松市中心部周辺の空中写真。 1988年撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。三方源大地の様子。市内には酒屋丘が多い。太平洋ベルト沿いで東京と大阪の中間付近に位置し、南部の平野と北部の山間で構成されている。南部の平野は中石平野、海岸平野、大地で構成され。 県内自治体で最大の平地面積を持つ。面積は岐阜県高山市に次いで全国で2番目に広い。豊かな自然に囲まれており、北部は赤石山系、東部は全国でも有数の流域を持つ天竜川、南部は広大な砂丘からなる円州灘、そして西部は浜名湖と四方を異なる環境に囲まれている。市内各所に立山寺や奥浜名湖、弁天島、 白倉郷などの継承地がある。旧三作母町は豪雪地帯でもある。河川湖昌山浜松市に鉱山があったという話はあまり知られていない。現在の天竜区に久根鉱山及び峰の沢鉱山、北区に黒姫鉱山があった。宮古田地区、旧稲佐町、旧浜北種根形地区では石灰岩の採掘が行われており、一部は現在も創業中である。 政令指定都市で、かつて鉱山を有していたのは、手稲鉱山と豊葉鉱山があった札幌市、秋保鉱山があった仙台市、梅ヶ島鉱山のあった静岡市、峰の沢鉱山、久根鉱山などがあった浜松市の4市のみである。平野部の年鉱水量は1809.1ミ、mm、リメートルで、全国的に見ると少し多めだが、静岡県の中では少ない方である。 山間部に行くにつれて年降水量は多くなる傾向がある。夏は山間地は暑さが厳しく、フェーン現象により全国一の高温を記録することもある。また平野部でも時折接種35度以上の猛暑日が発生しており、2020年8月16日に浜松市中区で初めて接種40度を記録、翌八月十七日午後零時十分には、 浜松市中区で日本歴代最高に並ぶ摂氏41.1度を記録した。平野部は冬でも温暖で2月でも晴れた日には上着なしで外出できる日もある。ただしこれは浜松市に限らず全国的に気温が上がっている日であって基本的には遠州の空っ風と呼ばれる強い季節風が吹くため気温以上に寒く感じられる日が多い。 平野部での冬の降雪は稀であるが、強い寒気が流れ込むと、浜松市でも雪が降ることがあり、山間部では積もることがある。山間部の天竜区三作墓町が、降雪地帯に指定されている一方で、沿岸部の浜松市中心部は、降雪量累計の平年値が0センチメートルで、あるなど地域差が大きい。平均年齢10月1日静岡県愛知県、長野県浜松市役所では、 部政を採用している。市長事務部局、編集市長副市長市長会計管理者その他、部局、編集区役所、編集警察署その他消防現在の東海旅客鉄道浜松工場一帯に広がる7世紀後半から9世紀前半の古代時期地軍が後である岩井石軍から出土した木管に浜都合と書かれたものがあり、古代には和松と呼ばれており、 港や渡し場を意味する、津が由来であったと考えられている。なぜ、和松が浜松となったかは不明であるが、上平年間に編纂された和名類受賞では、浜松、公安6年頃成立の伊座酔日記では、浜松となっており、平安時代後半から鎌倉時代までの間に変異したと考えられている。12世紀頃には、北海道を除く、 全国各地で荘園が整備され、旧時基地群浜松町域に浜松草が配置された。中世以前の天竜川は、たびたび氾濫する川として知られ、現在の地域にはいくつかの天竜川支流が流れており、河川で浜松草と引間とは地域がそれぞれ独立していた。時代を経て、中世に移行すると浜松と呼称されるようになった。引間が、 引間に展示立ち名と推測され、近世以前は陰馬と表記される文献も存在している。この引間において、瀬名姫の先祖である今川邸章によって引間城が築城された。これを徳川家康が浜松城と改めたことで、以後浜松として定着する。しじみつ解析か枕時代から室町時代まで味方が原の、 戦い戦国時代、江戸時代浜松市と後に浜松市域に含まれる市町村の位置。市町村の形は浜松市及び2005年の合併直前に存在していた市町村への合併直前のもの。下赤、町村製施工事の浜松町付近の濃い緑色は部分的な編入。下赤、下緑、新緑、旧浜松市赤紫、優等町下水色。 前坂町上赤、浜北敷、細江町大大、三日美町中緑、稲佐町中水色、天竜市紫、辰山村青、佐久間町桃色、春野町上緑、三作坊町山葉楽器製造所製作オルガン初代の、浜松市長1911年7月1日制定浜松市外1930年代の、広小路通り、 アクトシティ浜松に2代目の浜松市長2005年7月1日市交渉祭は、浜松市議会を参照浜松市議会、静岡県議会議員衆議院議員姉妹都市、友好提携都市この他にも2014年にはユネスコの創造都市に認定された。音楽文化友好都市その他、ブラジル銀行浜松市店主と東京以外で、ブラジルの総領事館があるのは、同市と愛知県、名古屋市のみである。 浜松は、名古屋と並んで、東海地方に多い在日ブラジル人コミュニティの中心都市の一つとなっているため、ブラジルの文化が多く見られる都市でもある。総領時間名誉総領時間中区東区南区、西区北区浜北区天竜区浜松市は、2005年7月1日に12、市町村を、編入合併、2007年4月1日に一道府県庁所在地では4番目、 静岡県内では、静岡市に次いで2番目の政令指定都市となった。7つの行政区で構成され、それぞれの区域及び、区役所の位置は合併協議の際に決められた。なお、すべての区に鉄道駅が存在する。各区の記事を参照。農業浜松市に合併された地区を中心に農業が盛んであり、農業産出額は全国4位となっている。 野菜や牡蠣、果実の他に、浜北区では植木生産が行われ、天竜区などの北部森林地域は、東海地方屈指の林業地帯となっている。主な農産物浜松市において産出されている品目のうち、産出額が上位15位以内のものを掲載する。漁業代表的な水産物その他の水産物主な漁港鈴木スウィーフとヤマハ MT10 浜松市は、工業都市であり、 ホンダの発祥の地であり、スズキやヤマハといった国内屈指の大企業も本社を構え、製造品出荷額は2兆円を超える。浜松の工業の大半は小規模工場で、その多くは繊維、楽器、自動車、オートバイに関連する大企業の下請け工場である。近年、ホンダやスズキなどの工場再編計画で、下請け企業にとって厳しい状況である。 市街地の周りには古くからあるセミ工場や楽器、機械工場があり、郊外には輸送用機器工場などの大規模工場が各工業団地とともに分布している。北区の宮古田テクノポリスや細江テクノタウンには先端技術産業の工場や研究施設が設置されている。工業の歴史線遺産業浜松は江戸時代から 綿織物の産地として栄え、明治時代には現在の火災を中心として綿織物の大生産地となった。楽器工業明治後半にヤマハトラクスの木がオルガンを製作したことから始まった。楽器工業は昭和に入ってヤマハと可愛楽器の2大メーカーとなり、1960年代の高度経済成長とともに浜松の楽器産業は、 飛躍的に発展し世界的な楽器の生産地となった。21世紀に入り、ローランドも大阪市から本社を移転、さらにローランド創業者の架橋育太郎らが市内に新会社イティビを設立するなど、国内の電子楽器メーカーの浜松市への集積が進んでいる。輸送機機戦後に本田総一郎が不要になった。 軍用無線機の発電用エンジンを改良して自転車に取り付けたことから浜松のオートバイ産業は始まった。一時は40社に達するほどであったが、現在は市内で完成車の製造は行っていない。主要産業楽器浜松は楽器産業が盛んな都市である。市内には、首位の山葉や河合楽器製作所、ローランドが本社を構えており、 日本の三大楽器メーカーが浜松に存在することになる。浜松市の楽器産業はピアノを発祥とし、ピアノ生産の拠点が周辺都市に移った現在でも、電子オルガンや電子ピアノ、シンセサイザーや、管楽器、ギターなど、様々な楽器の生産が行われている。メロディオン、ピアニカ、ハーモニカなどの生産も多い。輸送機基本ン技研工業創業の地で、 現在でも浜松製作所が存在し、四輪車用 AT、M、CVT を生産している。また、鈴木の本社工場もあるが、エンジンの生産のみで、完成車は生産していない。クラッチ板メーカーの FCC など、部品メーカーも立地している。繊維産業浜松には、多くの繊維工場が存在し、特に浴衣の生産では、全国有数の生産地域となっている。 高電子技術産業浜松高等工業学校助教授の高柳健次郎がテレビジョンを発明した。高柳の教え子らが創業した浜松ホトニクスの本社と主要工場がある。浜松駅のある中心市街地に多くの商店街が形成されているが、空き店舗の増加など商店街の機能低下の課題を抱えている地区が多くなっている。円鉄百貨店。 ザザシティ浜松4モール浜松シトロナユタ、浜北市内のブラジルのスーパー2013年時点で店舗面積が3000平米を超す大規模店舗が54店舗存在する。町づくり散歩の制定以降、大規模店舗の出店が急増した。地域全体で見た場合の小売店舗の売上や店舗面積は増加傾向にある。主な商業地、 編集中心部商店街大型店構外の大型店東部エリア西部エリア北部エリア南部地方公営企業本社楽器音楽関連産業自動車関連産業工関連精密機器繊維防磁その他拠点発祥 NHK 浜松放送会館静岡 FM 放送浜松市内に静岡 FM の本社があるほか、NHK 及び民間放送のテレビ局は NHK 静岡放送局や静岡市に本社がある、テレビ局の支社があり、放送を中継する浜松中継局がある。新聞は、中日新聞の演習地方を管轄する東海本社や静岡新聞の浜松総局、各新聞社の支局や通信部が置かれている。このほか、地域によっては、テレビ愛知と橋中継局を地上波で受信可能。 浜松岩田信用金庫演習信用金庫。浜松市に本店を置く。地方銀行、第二地方銀行は存在しないが、上記の二つの信用金庫が、市内全域に、店舗もを有している。浜松市内の代表店舗を掲載する。浜松市には、浜松以下大学や浜松医療センターをはじめとして、精霊味方玄病院、精霊浜松病院、 研習病院などの医療機関が集中している。浜松フォトニクスは PET 機器の開発を行っており、研究開発と臨床実践を兼ねた財団法人浜松光医学財団が検診センターを設けている。静岡大学浜松キャンパス、静岡文化芸術大学、聖霊クリストファー大学国公立廃止学部、高科短期大学部私立高等学校中学校、 小学校幼稚園職業訓練自動車教習所、静岡労働局長登録教習機関保育所その他、不祥事博物館美術館その他ホールなど図書館、浜松市立図書館を参照下記の一部は浜松市のみならず、遠州地区全域に言える。名産品浜松市南区はエシャロットの栽培が盛んである。浜松では一般にそのまま味噌などをつけて食べる。 餃子浜松市も参照浜松市は餃子の消費額が宇都宮市とともに全国トップで近年急激に有名になったが2011元来独特の餃子文化を持っている。また餃子専門店の数が全国的に見ても多く、浜松餃子ブランドを確立しようと市民ボランティアによる浜松餃子学会が2005年に発足し活動をしている。なお、 マスコットキャラクターとして茶を用している。浜名湖の養殖うなぎは全国的にも有名であり、浜松にはうなぎ屋もたくさんある。学校の給食にも稀にうなぎのかば焼きが出ることもあり、またうなぎを使ったお土産菓子として、春稼働のうなぎパイも全国的に有名で、他にもうなぎんぼなどが作られている。かつて浜名湖ではアサリが 盛んに取れていたが、2013年は不良により、潮干狩りが中止となったもののその後水揚げ回復を受け、2015年には本格的に再開したが、2016年には再び中止になった。市内の寿司屋では、アサリの寿司などもある。たくあん漬けを使った特徴的なお好み焼きがあり、他地方から、遠州焼きと呼ばれることがある。 食文化全般市内でも地区により白味噌が中心の地区、赤味噌地区、合わせ味噌が中心の地区に分かれるが、いずれの地域でも白味噌、赤味噌ともに用いられ、好みにより使い分けられている。当地域でおでんというと、味噌田楽を指し、煮込みおでんは関東煮と呼ばれるが、どちらも食される。演州のもつ煮は八丁味噌文化圏と同じ土手煮である。 当地域で生産されているはんぺは、通常の白いはんぺであるが、近年では黒はんぺも売られている。浜松球場、ホンダ都電サッカー場浜北グリーンアリーナ、浜松アリーナ高校野球では、浜松商業高校、浜松工業高校、浜松西高校、京と高校、浜松北高校、浜名高校などが甲子園に出場しており、 浜松商業高校は1978年春の選抜高等学校野球大会で全国優勝した。近年においては2002年夏の甲子園に京誠高校が2003年春の甲子園に浜名高校が出場して以来浜松市内の高校は全国大会に出場していない。プロ野球では中日ドラゴンズが年に数回公式戦とオープン戦を 浜松球場で行っている。社会人野球では、以下のチームが浜松市を本拠地に置き活動している。浜松市をホームタウンとする J リーグクラブはなく、政令指定都市では唯一である。ただし隣接する岩田市をホームタウンとするジュビロ岩田は、市内にオフィシャルショップやジュニアユースチームを設けている。主なスポーツ施設、主なスポーツイベント、 浜松飛行場浜松市内各地浜松市東区役所静岡空港航空自衛隊浜松基地西区と中区とをまたがる地域に航空自衛隊浜松基地があるその歴史は古く大正時代に浜松に設置された陸軍飛行連隊がその前身である昭和に入ると陸軍飛行学校が設置され浜松は陸軍の銃爆撃機の基地となった 太平洋戦争の戦況が悪化すると、浜松は航空基地や軍需工場の存在とともに、米軍機の日本侵入路に当たっていたため、ほぼ同様の地理条件にあった静岡市と並び、米軍の爆撃目標値に対する実際の爆撃率において、全国の都市の中では、数少ない100%を超える空襲や艦砲射撃を受け、多くの市民が命を落とし、市街地はちょうど溶かした。 終戦後一時、浜松基地はアメリカ空軍の不時着飛行場となり、1952年に組織された保安隊の航空学校が設置され、日本初の航空基地となった。保安隊はその後航空自衛隊に解消され、1958年に浜松基地は南基地、北基地に分離したが、1989年に統合して現在に至っている。 所属部隊は、パイロットや航空機等の整備員を要請する、教育部隊が中心で、航空教育集団司令部がある。1999年には、広報館、エアーパークも開館し、多くの人が訪れている。また、毎年行われる、航空祭には、全国から多くの航空ファンが訪れている。浜松駅演習鉄道演習。 鉄道路線図と海良各鉄道日本貨物、鉄道演習鉄道天竜浜名湖鉄道 LRT を導入する構想がある。市民団体などによって研究部会が発足し、浜松駅周辺へ郊外に伸びる路線策定等が行われている。現状では市民が中心となった構想の段階で行政側としてはまだ目立った動きはないが、 リチウムイオンバッテリー等の代替燃料を使用した世界初の2階建て無可線 LRT を導入の主眼として構想されている乗車カード鉄道路線における乗車カードは以下の通りかつては磁気ストライプ式の ET カードも利用できたが2006年販売終了2010年利用終了となり現在は利用できない鉄開発浜松駅 バスターミナル円鉄バスを中心に運行されているが、2007年に浜松バスが浜北区内で路線バス事業を開始した。合併前の浜松市では交通部による公営交通、市営バスを運行していたが、1986年に廃止し、演習鉄道に全路線を移常している。現在の浜松市自主運行バスは浜松市が運行主体ではあるが、 公営交通ではなく、廃止代替バスや、コミュニティバスなどの自治体バスである。また、天竜区春野町のみ、秋葉バスサービスが乗り入れている。一般路線バス乗車方法は、後乗り前折り小払い方式であり、運賃は整理券による宅管制である。高速バス乗車カード一般路線における乗車カードは、以下の通り。かつては、非接触型 IC カードの EG1 カードも、 利用できたが、ナイスパスへの移行に伴い2004年いっぱいで利用が終了している。オムニバスタウン1997年12月25日、浜松市は日本初のオムニバスタウンに指定された。なお、オムニバスタウンとしての施策については、円鉄バス特徴的な施策を参照。三日日ジャンクション浜松稲佐ジャンクション高速道路、編集透明高速道路、新透明高速道路、 一般国道、編集剣道、編集主要地報道、編集一般剣道、編集市内の道路愛称名、編集未決定の道路愛称名、編集浜松城浜名湖、パルパル弁天島海浜公園浜名湖、ガーデンパークさなる小中田東佐丘流河市道秋葉山、本宮湖秋葉神社中区東区西区南区北区、浜北区天竜区浜松祭り祭事の文化面に、 ついては、演習地方を参照のこと。音楽系映画漫画アニメ小説ゲームテレビ番組、浜松市出身の人物一覧を参照。合併前の浜松市行政区域2005年7月1日の合併前における浜松市のデータを記載。1911年7月1日に制定された市章は2005年6月30日をもって廃止された。合併当初、 三日日町は三日日町であった。それは三日日町と東浜名村の合併時に国が三日日町と告示したためである。政令指定都市になる前の2007年3月に三日日町に変更された。三日日町も参照。固定電話の単位料金区域は浜松 MA である。市外局番は霊語山である。なお、隣接する古才医師も浜松 MA である。 2007年3月31日までは、天竜区の区域が天竜 MA で0539、その他の地域が浜松 MA で053と、同一市内でも複数の市街局番があり、相互の通話は市街通話扱いだった。市内局番900番台で欠けている局番は岩田市と洋家地区で使用中であることが理由である。同地区は市外局番統合までは、 天竜区となる地域と市内通話エリアであった。浜松市内の0539-63-1。この変更の影響で天竜区と岩田市と洋歌地区は同一 MA ではなくなったため、相互の通話は市外局番からのダイヤルとなり、通話料も市内通話料金ではなくなった。1992年までの浜松市内の市外局番は、 旧浜松市の大浜は0534で、北区の旧井の佐町、三日日町、細江町は0535、浜北区は05358、西区の旧友東町、舞坂町は05359、天竜区の旧天竜市は05392、旧春野町05398、旧辰山村、佐久間町、三作保町は0539だった。浜松市は、政令指定都市に移行した。 自治体の地域型 JP ドメイン名はシティ浜松 .jp が割り当てられるが、政令指定都市以降の前に浜松 .jp が、汎用 JP ドメイン名として、浜松市以外の一般事業者に取得されており、浜松市が使用できない状態にある。このようなケースは、堺市と相模原市で発生している。2014年6月現在、 移行前と同じ i t 浜松静岡 .jp ドメインを使用している。ありがとうございます。